天神ライブ平川さん、さあお越しください。さあ、先ほど、ね、2回目のお笑い体操、皆さんで総踊りの練習ということでもう一度していただきました。さあ今度はそう夜の抱負踊りに向けて抱負踊りの練習を今一度行いたいと思います。はい、はい、じゃあすいません、踊り子の皆さん今一度ステージへ。よさこいオールスターズの皆様、ちょっと降っておりますがどうぞよろしくお願いいたします。はい、さあ今日ですね、夜よさこいオールスターズとして参加される方は当然のことながら、今ここでですね今一度練習ができるというこのチャンスね、フルに活用していただきたい。はい、当然いやいや今日夜は用事があって参加できないんだけどという方もその気分を今ここで味わえるというね、大変お得な時間になります。はい、さあ今ぜひ皆さんお越しいただいて輪になっていただきたいと思います。この中ではライブの皆さんをちょっと誘導する役として皆さんのレクチャー役として、皆さん宣伝してください。さあ会場内で皆さん輪になって、前からずっと普通に前向かって進行するだけなんですけど、はいはいはい、まあ、この会場の都合上ということで今輪になっていただいてますが、基本は前を向いて歩くという練り歩きの方式となっています。何かしら先はお伺いしますと、ここまで北基地の皆さんが11連覇、はい、今年今日12連覇をかけて踊りにやってくると。そうなんです。そこを阻止しようとするのはこのよさこいオールスターズ、はい、昨年準グランプリを取っているところの実力を持って、今年はその下克上じゃありませんけど11連覇を阻止し、我々よさこいオールスターズは荒っぴょうの手前じゃありません、真剣に踊っていただきます。皆さん、ちょっとください、いいですね、踊りはきちっと覚えていただきます、いいですね、切れ味鋭く。さあその後は押してお願いします。切れ味鋭くなんかうちの踊りリーダーが切れ味鋭く、はい、すみません、とにかく元気よく、元気では負けないと思いますよ、サポーターズは。北基地はね、一生懸命揃うように練習してきてますので、そこには勝つにはもう笑顔と元気しかない。で、やっさが結構思いもかけんところで声を出すというね、離れ技をやってくれるんで、成長に慣れてる方針にはびっくりするかと思うんですけれども、とにかく元気の良さが一番。そして審査飲食というのがあるんですけど、そこの前で特にアピールしていただきたいのでよろしくお願いいたします。それではとりあえず行ってみようかね。先生、片山先生、何かありますか、特に PR したいことが。何ですか、お、大胆にというか、お、振りを大きくってことですね。変に大胆になりすぎちゃダメですよ、皆さんね。はい、やっさんの悪乗りが怖いだって。大丈夫です、はい、笑顔でやっていただきたいと思います。要練習しとってね、今ここでね、掛け声もしっかり出すのよ。はい、それでは参りましょう。
みさいてまみさいてまみさいてまみさいてみんなで左右左右叩いてポンおつまわりますこのおつまわりこれやんのりくはい、おめでなるこもらして丸描い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 て右左右左で飛車は寄れポン回りますそれオーディック仲間で知らない大人気子はみんなたち上で鳴らす上で鳴らす丸描いて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 右左右左手叩いてポン回りますそれポジティブアドルはまちぬれにあげるこれみずまるかいて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 まるか右と左が分からん。ちょっと気になったのは、紫色の衣装の方が一人間違えた方もいらっしゃいましたからね。そこもちょっと気になるところではあるんだけど、踊りすぎちゃってちょっとね、途中で混乱したかと思います。ごめんなさい。あ、そういうことです。もう本人が喋ってくれましたから、はい、言い訳ができます、はい。そしたらもう一回行こうね。やった、よし、このやる気を買おう。さすがやっさん、やった。Be done.
期待いたしましょう。はい、抱負踊りでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。期待していくよ、撤収。はい、ありがとうございました。踊りに不安なところがある方は、おさらいをいくらでもしますので、ライブのメンバーが、個人的にいくらでもレクチャーしてくれるということなんで、ぜひ夜までまだまだしばし時間があります。抱負踊りの本番までにね、今後取り回していただき、ね、補修も OK ですね。手取り足取り。はい、ということで頑張って。